皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルだ。ひらひら、はい、今回の動画はブラックフライデーセールで購入したレゴを紹介します。はい、今年もブラックフライデーの季節がやってまいりました。いつもでしたらトイザラス限定のブラックフライデー限定のハッピーバッグを買いに行こうとしたんですけど、私ひろげ先週コロナウイルスに感染してしまって今回は断念しました。まあちょっとコロナウイルスに感染して分かったことが、僕はもう本当に死ぬかと思いました。コロナに感染して1日目で37、8度ぐらいの熱が出て、2日目3日目から体温が一気に40度上がって咳もひどくなって、もう僕これ死ぬんじゃないかなって思ってたんですけど、4日目から徐々に熱も下がっていって咳も少しずつ収まっていって、5日目ぐらいに今の状況になりました。はい、ここから僕がブラックフライデーセールで購入したレゴを紹介したいと思います。ちなみに今回僕はイオンで購入してきました。一部除いてレゴ全品 20% オフだったので、僕は前々から気になったレゴがありましたのでそれを買ってきました。それがこちら。はい、こちらレゴクリエイターのこれ名前がわかんないんですよね。実を言うと僕このレゴクリエイターがあまりにも謎すぎてめちゃくちゃ気になってました。このレゴクリエイターなんですけど、トイザラスにも僕がいつも行っている神戸のレゴストアにも売っていないレゴクリエイターです。おそらくなんですけど一部店舗もしくは流通限定のレゴクリエイターだと思います。ちなみにこちらの定価は5000円でしたが、ブラックフライデーセールで4000円で買いました。このレゴクリエイターについては年内中に撮影したいと思います。それと動画にしてなかったんですけど、僕が6月から撮影している11月まで買ったレゴを紹介したいと思います。はい、まずはこちらレゴシティのクレーン車です。10月頃に徳島のトイザラスで4000円ちょっとで購入しました。それと徳島のトイザラスでレゴのミニキットが発売されましたので、とりあえず欲しいものを買ってきました。これは1つ500円でした。続いては徳島のヤマダ電機でこちらも買いました。レゴスピードチャンピオンのシボレーとレゴスーパーマリオのパックンとキラーのコースを買いました。シボレーはセールで3000円で買って、レゴマリオのコースはそれぞれ2000円で買いました。でさらにこちらのフェラーリはコストコで7月か8月頃に買いました。これは確か7月か8月頃に買いました。それと忘れてたんですけど、神戸のレゴストアでイエロータクシーも買いました。ちなみにこのイエロータクシーなんですけど、レゴストアと一緒に買いました。で最後は徳島のイオンで買ったものなんですけど、僕はめちゃくちゃびっくりしました。それがこちら。はい、こちらのレゴスーパーマリオクッパの飛行船です。ちなみにこれ定価が1万5000円するんですけど、僕はこれを9月頃に徳島のイオンで5000円で買いました。半額以下でこれが発売されてて、もうこれ買うしかないだろうって思って買いました。ちなみにこれラスト1個でした。であとはこちらの2つも買いました。レゴクリエイターのトレーラー車とレゴスーパーマリオのチョロボンのコースです。はい、ということで今年のブラックフライデーセールで購入したレゴと活動休止中に買ったレゴを全部紹介してみました。画角に収まってないんですけど、この5ヶ月間でこれだけレゴを買いました。ちょっとだんだん僕の家にも積みレゴがめちゃくちゃ増えてきましたので、とりあえず1個ずつ開けていって動画にしたいと思います。今年のブラックフライデーについてはコロナに感染したこともあって1個しか買えなかったんですけど、来年こそはいいブラックフライデーにしたいと思ってます。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。